すいません、お願いします。あれ何やってんですかこれ、あれ動画ですかこれ、写真撮ってください。いや何やってんですか小森さん、誰ですかこれ僕はフラフラです。あれあ、いや忘れてもらっちゃう。お願いします、お願いします。行きまーす。便所の横なんですけど、これ大丈夫ですか、大丈夫ですか小森さん。これ小森さんですよね。違います。何やってるんですかこれ、ガチじゃないですかこれ。ガチじゃないですか。田中さんこそ何をしてるのかな。いや自分は結構こっちの方が登録者多かったりするんで、はい。いや決めが多いんで、もう小池ですよ小池。決めが多いんだ。あれ郡さん、冬はスノーボードじゃなかったんですか。あんまり喋ると、はい、本当にこの貼ってるテープがずれてきて、ね、これ結構ガチじゃないですか。ちなみに今日のじゃあキャラクターをお願いします。今日のキャラクターはガンダムシードのムーラフラガです。何か決め台詞とかあるんですか。まあ、決め台詞はないんですけど、まあ不可能を可能にするところかな。あ、じゃあそれに乗じてちょっと後で取材させてください。このまま取材？いや後で、落ち着いてからです。今来たばっかりですよね。その地球軍の許可を取ってもらわないとちょっと難しいかもしれないですね。いやもうちょっとやばいなこれ、ちょっと本気の小森さんだな。じゃあちょっと、いや とりあえず一回場所をどっか整えて、お仲間の方たちと、はい、いや、はい、多分整わないと思うんで、うん、まあ、多分歩いて終わりの系かな。いやいや、回遊してるとポッとありますよ。ああいう方たちの横でちょっとスペースがあるとことかに荷物を置いて陣取るんですか。陣取って、なかなかそんな勇気がないな。いや大丈夫です大丈夫です。写真撮ってください写真。あ、はいはい。田中さん、はい、ラックスが足りないんでラックスになってきてください。自分今日カメラ担当なんで。準備会より搬出サービスについて。ごめんなさい、来年のトップ50はちょっと抱負を今ここで。何の話をいきなり。いや来年もう3月には始まるじゃないですか。今じゃない感がすごいすごい。このビッグサイトとこの人混みの中でこの唐揚げの美味しい匂いを嗅ぎながら。来年一勝はしてくれるんですか。来年は全部勝ちますよ。七色から始まるんです。大丈夫です、全部勝ちます。僕は不可能を可能にする男なんで。ちょっとキャラに入ってますね。これ本当歩いてるだけに16時すぐなっちゃいますね。楽しすぎますね。はい。すみません、勉強不足。このキャラクターガンダム何に乗ってるんですか。ガンダムシードの最初はメビウスっていうモビルアーマーに乗ってるんですけど、途中からアーマーのスーツじゃないですか。X105 に乗り換えます。それ主人公クラスの機体の。主人公の機体のお下がり。お下がり、お下がりを、最後生き残るんです。最後死んじゃうかもしれないんですけど、また復活して、最後はなんか金色の暁っていう、ビールを使って、違うな、機体に乗るんです。オーロラじゃなくて。今ちょっとビーだね。いや今オーロラですよ時代は。仮面の人になっちゃう。なるほどですね。そういうキャラですね。結構自分は古い方ガンダム派なんで、あんまりシードの方が勉強不足だったんですけど、連中はスーさんはシードの方なんですよね。ガンダム可愛いな。ガンダム可愛い。あ、そう、ちっちゃいガンダムがいるんですよ。あ、知ってます。超可愛い。おっさんも2人いますよ。結構かなりいい感じのモビルは。日本一のブラックバス釣りうまい人もここにいますけど、大丈夫ですか。何の話ですか。そんなね。いやいやいや、そんなこともうバスの世界を引っ張っていく。この人見てくださいよ、この熱気、すごいね、この人たち。いやでも本当参考になりますね。この参考になっても何もできませんよ、僕では。だって95年頃のバス釣りってこんなじゃなかったですから。いやいやいや、フィッシングショーとか始発ダッシュとか、さっきも言ってたんですけど、はい。西の屋上に目指すっていうのは、これ暴走族でいうとこの富士山ですよね。目的地があるから盛り上がってる。まず頂に今到着したというところで、目的地がないとやっぱりね盛り上がらない。スーパーレイヤーさんたちなんか大名行列みたいにみんな引き連れて歩いてますからね。小森さん釣り子 TV 今引き連れて歩いてますから、大したもんですよ。いやいや、これからスーパーレイヤー目指して。はい。剣で切られたいんですけど。いやー、いいですね。みんな本当お綺麗で。いや、思ったより小森さんマジガチメイク。いや、もう全部そのシーラさんがやってくれたんで。いやー、なかなかないですね。ここら辺とかもポロッと開けば。みんな疲れて休憩とかで抜けた瞬間とかに入れてもらったりとか、そういう感じなんですね。みんながみんなずっといるわけじゃないんで。あ、そこのベンチのところが今いけそうじゃないですか。いつまでいたの？コールさん、改めましてコスプレ会場にようこそ。いやー、ちょっと本当忙しいさなかだから今日だけチャンスなのかなと思って。忙しいのか暇なのかわからない感じですよねいや、じゃあ早速恒例のですね、はい、2023のトップ55戦を振り返ってちょっといただきたいんですけど。振り返って、はい、という過去なんでね、ちょっと記憶を消されてしまって覚えてないんですよそういう設定です。そういう設定なんですね。第1戦は7色だったのかな、まあちょっと僕の好きじゃない状況になってしまったので、まあ、3ラン始まっちゃって、僕はそれを狙わないので、まあ、独自のプランを狙ったんですけども、ちょっとそれがうまくいかなくてちょっと出遅れましたね。まあ、それが今年のすべてだったかなと思います。そこからもうじゃあ一気に、じゃあ第2戦は小野湖だったかな。なんかね、ちょっと練習する時間もあって、パターンも見つけてたんですけども、本当ね、あんま釣れない湖で、状況が悪かったのかな、魚はいっぱいいるんですけどね。そういうところこそ、小森さんのライトリグ展開って、強い印象があるんですけど、いや、本当、あと1本、それがやっぱり来てるけど、フックアウトしちゃって、その辺からも流れが悪いな、今年っていうのを感じたんですよ、これは勝てんなと。普通だったらね、そういう時にフックアウトじゃなしに、逆にあれ、こんなところでこんな魚が来るんだっていうのが取れるんですけど、それがフックアウトって形で出ちゃったから、あ、これ持ってねえなと、これはコスプレでもしなきゃ復活できないなと。それが今日に繋がってるわけ。繋がってないなまあちょっと第2戦までエンジンかからず、でも第3戦ぐらいから。一緒よ、第3戦も15位だもん。15位だとやっぱりダメですか。まあ15番全部続ければ年間取れるんで、悪い成績ではないんですけども、出遅れてるからね。ちょっと15位の第3戦はエンジントラブル、もう悪い流れが完全に来てた。エレキを下ろせない、エンジンを下ろせないまんま、まあ、浅瀬に入っていけないままか、隅川を叩くこともあって、まあ、当然ながらあんまりうまくいかずで、なんとかね、予選8位ぐらいでクリアしたんで、最後、ちょっとジャンプアップしたいと念がないなと思ったら勝負かけたんですけど、その勝負は負けました。やっぱね、落ち目の時ってのはね、ベットしちゃだめよ、しっかり守って、少ない点数でも取っていかないと、それをそこでベットしたので失敗したと思ったんで、残りの2試合をしっかりと自分の順位をキープしようと思ってやって、桧原湖が12位だったか13位だったか、その辺。でもやっぱりシングル入賞はいかなかったってことですね。まあ持ってないからね、今年はねボコボコに釣ったんだけど、やっぱり同じところで4本しか釣ってない人にウエイト負けちゃったりとか、釣り方一緒なのによ。なんでちょっとそういうのがあったので、まあ、今年は持ってないんだな。今年特に印象としては20代の選手が各戦で優勝とか、まあそれもあんまり関係ないですね。まあ小森さんには自分の中でその自分の流れが来てなかったなみたいな。60代が弱っちゃって、50代がいなくて、40代がもういなくて、30代が弱ってるだけなんじゃないかな、そういう流れだったのかな。じゃあちょっとまあそれでも15位で踏みとどまっての最終戦。そう、最終戦は8番、これはね、いい流れが来たけど、やっぱりちょっと一発でかいのラインブレイクしてしまって、もうね、とにかく今年は何かが足りてない、その足りてない流れをずっと引っ張ってたから、もうしょうがないかな。じゃあ総括すると2023は持ってなかった。こんな時もあるんですよ、逆に持ってた時もあるし、ちょっと今お忙しいところだと思うんで、簡潔に来年の、まだでももうスタンバイですもんね。まあ今コスプレしてる場合なんでね、来年のことなんて考えてないですね。カラコンの目がだいぶもうなんか傷んできてるみたいな。はい、もうね、来年のことは来年考えます。年が明けてから、とりあえずコミケが終わってから。とりあえずどうしちゃった？見てわからないですか。いや、ガチだな。ムーラフラガです。じゃあ今年もどうもありがとうございました。はい。と言いつつ来年の頭とかにこれあげるかもしれないんで、はい。もう全部うまいことつなげるんですけど、はい。今年もよろしくお願いしますみたいなコメントいただけますでしょうか。これ撮影したのは12月30日です。まあ来年公開されることがありましたら、皆さん明けましておめでとうございます。本年度もぜひムーラフラガをよろしくお願いします。サクトです。違います。あ、違う。はい。元地球軍です。元地球軍。はい。じゃあちょっと頑張ってください。この後に。この後ザフトの皆さんと親睦を深めて頑張ります。ポールさんお疲れ様でした。一日お疲れ様です。またカメラ変わってる。いやー、決まってましたね。ちょっと癖になっちゃうんじゃないですか。楽しいですね。やっぱこう何やるにもなりきって大事ですよ。いや、はいはい、もう帰ります。もう時間です。はいはい、ではまた。ではまた。じゃあゴールさんまた。はい、また。バイバイ。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。表情を持って形状です。また一度ご来場ください。表情を持って形状です。また一度ご来場ください。